ナウハイムは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、グロースイコールウェイラウ軍に属す、町村である。1970年から開催されている、ナウハイムの音楽の日で知られている。ナウハイムは、軍庁所在地、グロースイコールウェイラウの北西、リュッセルスハイム・アムマインの南に位置し、ヘッシシェスリートに接する。ナウハイムは、北は、リュッセルスハイム。この町は、 ロルシコデックス中851年にニーワンハイムという名前で初めて記録されている。末尾のマイナスハイムはこの集落がフランク時代に形成されたことを示唆している。ナウハイムはその後様々な表記で記録されている1211年ニューハイム、1317年ニューワンハイム・フォアデム、チャマーファースト、1431年ニューウェイム、 1521年、ウィム・ウント・ナウェイム、1550年以降、ナオハイム。ナウハイムの歴史の初期には、領主が変遷したことが分かっている。ナウハイムの土地領主としては、エーバーバフ派修道院、ファルケンシュタイン家、ハーナウ家が挙げられる。この村は、1468年に、イーゼンブルク・ビューディン・ゲン白の所領となった。旧庁約場1500、この村は、1600年に、 ドライアイヒに属す他の5つの村と共に、イーゼンブルクレンネーブルク博ハ,クハインリヒから、ヘッセンダルムシュタットハクルートビヒ5世に売却された。行政上、ナウハイムは1820年までアムトケルスターバフハに属した。このアムトは1816年からは、ヘッセン大公国のプロビンツシュタルケンブルクに属した。1821年に大公国に、 ラントラーツ別力制が導入され、ナウハイムは、ラントラーツ別力ドルンベルクの一部となった。1832年に、さらに組織変更がなされ、クライスが設けられた。これにより、ナウハイムは、グロースイコールゲーラー軍に組み込まれた。大公国のプロビンツ、軍、ラントラーツ別力は1848年7月31日に、廃止され、レギールングス別力に改組されたが、 1852年5月12日に元に戻された。この1848年から1852年までの間、ナウハイムはレギー・ルングス・ベ力ク・ダルムシュタットに属した。その後、今日に至るまでの行政改革のいずれにおいても、この町の所属は変わっていない。1600年頃ナウハイムには約170人の住民がいたが、30年戦争によって、 大きく減少した。1753年にプロテスタント教会の剣道が行われた。1755年、ラートハウス通りの古い町役場の礎石上に新しい町役場が建設された。その後この町は大きな洪水、地震、日照り、干ばつといった自然災害の犠牲に何度もなった。 1793年から1799年にかけてナポレオンが占領していたマインツを包囲するためのプロイセン軍やオーストリア軍の宿営地となった。1806年にはこの町もナポレオンに占領された。1821年、ヨハネス・クールマンが選挙による初代町長に選出された。1838年に初めて学校の校舎が建設された。 通りが舗装され、幹線道路が軽に必して点まで延長された。しかし1853年には貧困のために20、家族がアメリカに移住している。1866年にナウハイムは再び軍の中屯地となった。1877年に中央校舎が建設された。この建物は現在、ナウハイム郷土博物館となっている。 1881年にワルト通りの墓地が建設された。近隣のリュッセルスハイムやマインツの急速な工業化は多くの小農家に仕事をもたらした。ナウハイムでは果樹やアスパラガスの栽培の重要性が増した。しかしこうした工業は第一次世界大戦により突然断ち切られた。1918年にナウハイムはまたしてもフランスに占領されたが、 消極的抵抗が増大していった。占領軍が撤退した後、この街は再び発展を始めた。スポーツ広場や新しい墓地が作られた。1931年、上向きつつあった果実や野菜の売買のためにマーケットドームが建設された。ナチ党による権力掌握に伴ってナウハイムにも茶色の時代が訪れた。1934年に、 全てのサークルや機関の統制が行われた。ユダヤ系住民は告発され、迫害され、虐待され、恐竜を追われ、アメリカに移住した。踏みとどまったものは、1940年に強制収容所に送置された。1945年、ナウハイムはアメリカ合衆国軍に占領された。ナチス時代のこの街の歴史に関する議論はこれまで、上辺だけしかなされていない。 アメリカは1945年46年に牧師のフリードリヒ・ダウムとフリードリヒ・フェルスターを戦後の町長に任命した。1946年に戦後初の町長選挙が行われ、ハインリヒカウル4世が選出された。彼はエーガーラントやエルツ山地地方から追放された楽器制作者をナウハイムに迎え、有名なナウハイム音楽工業を起こした。これにより、 ナウハイムの人口は継続的に増加していった。1951年に1100年祭を祝う頃には、すでにナウハイムの経済は大きく拡大していた。この町は、ラインマイン地域内の魅力的で、近代的な住宅地を自称するようになった。1956年に、カトリックの聖アーコブス教会の提訴がなされ、その1年後に完成した。同じ年にナウハイム音楽工業は、 創立10周年を祝った。1958年にバインガルテン通りで新しい町役場の低組織が行われた。1960年に新しい住宅地が開発され、これによりナウハイムはケーニヒスシュテッテン方向に拡大した。1963年にヘルベルト・フュールベートが町長に選出された。彼は在任中に、 ヘグバッハ税保養地の開発とシュールシュトラー製幼稚園の開設に尽力した。この幼稚園の建物は現在郷土博物館になっている。その翌年、第1回ナウハイムの音楽の日が開催された。このイベントはこの街の伝統となり文化的ハイライトとなった。1971年にナウハイムはオランダのボルンと姉妹自治体となった。 1972年にナウハイム音楽工業は25周年を祝った。これを機に第2回ナウハイムの音楽の日が開催された。同じ年に新しいスポーツパークもオープンした。1976年自衛消防団はバルト通りのフェルトヒエンの敷地に新しい消防署を建設した。この建物は2007年に町の郊外に 新しい消防署が建設されたことに伴い、取り壊された。同じ1976年に町は、ナウハイムが初めて文献に記録されてから1125周年を祝った。1978年に、フランスのシャルビューイコールシャバニューと、姉妹自治体協定を締結した。2008年にナウハイムは、グロースイコールウェイラウウンの文化自治体となった。この町の人口推移は、 以下の通り、ナウハイムの町議会は31議席からなる。第二次世界大戦後の町長を列記する。ナウハイムの紋章は黒地に銀色の洗濯用叩き棒。洗濯用叩き棒はトゥーフブライヒエンという地名やブライヒ通りといった名称とともに理念折りを象徴しているとされる。しかし、この解釈には明確な証拠はない。言語学者で、 歴史学者のエルンスト・エイリヒ・メッツナーは、かつて高校可能だったシュバルツバッハ川沿いに位置することと関連付け、パドルを描いたものであると解釈している。郷土博物館は、農民の習俗、手工業の歴史、エルツ山地地方の郷土室、様々な時代の200近くの楽器を有する楽器部門などの展示を行っている。ナウハイムは、軍庁所在地である。 グロースイコールゲーラウの北西に位置する。この地域にとって重要なのは町境にあるレジャーレクリエーションプールヘグバッハ勢である。ナウハイムは楽器製造で知られている。ピアノ、ハーモニカ、アコーディオンを除く一般的なあらゆる楽器が地元の中小企業で組み立てられている。かつてのアメリカ大統領ビル・クリントンもナウハイム製のサクソフォンを愛用している。 ナウハイム駅この街は、近在の人口密集地であるフランクフルトや、ライマイン地方と結ばれている。鉄道路線のほか、グロースイコールウェーラー郡内の近隣都市への通学のためのバス路線がある。最寄りのアウトバーンのインターチェンジは、約 4km 離れたビショフスハイムインターチェンジ及び、約 3km 離れたリュッセルスハイム、アムマイン系にヒーコールナウハイムインターチェンジである。 ありがとうございます。